得やってきました。登場の仕方、俺が進化流の素顔を全部撮っていきたいと思います。もうね、なんか予告宣言してたしね。はい、まあ、みんなにも振ってるんで。あ、ほんと？いつあるよっていうのも。もう下準備。まあ、大丈夫だと思います。あ、ほんと？はい。じゃあ、ちょっと今年も。はい。特に。任せてください。まあ、感染予防だけ。そうですね。うん、気をつけて。そこ徹底してやるんで。撮ってきてもらえればと思うんで、ビデオを託したいと思います。じゃん。お願いします。おはようございます。そして、そして。お僕も一緒に、撮っていくよ。おいいね。今年は二人で。アシスタントついた。アシスタントいるんで、頑張っていきます。おぉ。それでは、行ってきます。よろしく。行ってきます。よろしく。お願いします。あ、俺も映った。鏡で。スワン号5番、GMS 進化で来ました、柳です。ぜひ皆さんと共に、スタジアムで熱く戦えることを楽しみにしてます。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おやすみ、大学。おやすみ。こんにちは、はじめまして。清水エスパルスから来ました、河合陽介です。背番号27番です。今年1年よろしくお願いします。みんなで J1 昇格しましょう。ここからは若手が一発芸をやるみたいなんで、楽しんでください。はい。行ってきます。行ってきます。それ行ってきます。うぃーす。ヨナボキタ高校から来ました、佐野光です。J1 昇格に向けて全力を尽くすので、応援よろしくお願いします。します。一発芸させていただきます。アスリート一発芸。最初はグー。じゃあ、ケンブリッジアスカの初速。背番号31、谷口一成です。今シーズンは、まあ、プロ1年目なんで、いろいろ学ぶこともあるんですけど、1日でも早く試合に出て、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。一発ギアります。お自分から。ね。どうだ。高いな。戦国時代の高校生。起立。気をつけ。レイ。作敵。続いては。あ、いいんですかもう。早稲田大学から来ました田中裕也です。1年目からチームの勝利に貢献できるように精一杯やっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ行きます。これ声大丈夫ですかね。大丈夫、マスクしてるから。一発っすか。いや、何発でもいいわ。じゃあまあまあまあ。14発で。さらりとした右折。それなんか TikTok でなんか見た気がする。やめとけって。やめとけよお前。どうした。いやこれ大丈夫、結構これやっとちれた。続きまして、続きまして、じゃあまあいきます。あれまあいきます。まあ栄養を取ったらいいと思うんで、バナナバナナってバナナの皮むいたらクリオネ。お疲れです。よいしょ。続きまして、自己紹介とファンサポーターへのメッセージを。はじめまして、シュラントです。一日でも早く覚えてもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。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 よいしょ。あ、もう終わり、終わりでいい。持ちネタあるんだったら全然。これみんなやってるんですか。今一応今3、4人目だけで、ハルトが、はい、まあ、一応若手はなんかみんな自分から。あ、自分からですか。やりたいって言ってよ。そうそう。え、みんな自分からですか。そう。何ですか。俺のでも持ちネタが結構し、え、これって YouTube ですか。 YouTube、 YouTube、 岡山の YouTube だから。あの、視聴者の参加型なんですか。そう、こう楽しめる、楽しめる。あ、
いろんな人見ると思う、多分。マジですか。うん、まあでもやらんっていう選択肢もある。やらんっていう選択肢もあると思うけど、みんなやってた。そうっすね。やりますか。おお。じゃあちょっと視聴者したら飛んでます。ちょっと緊張してるじゃないよ。視聴者の皆さんと僕を深めたいと思うんで、あのじゃんけん、じゃんけん好きなんですよ俺。おじゃんけんしたがるんで、あの皆さんも一緒にやってください。はい、まあ、最初はグー、じゃんけんグー。続いては、こんにちは、杉山浩二です。ドサポーターの皆さんへ、まあ、本当に J1 昇格に向けて心を通わせながら共に熱く戦いましょう。1年間よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまあちょっと何個かじゃ出したいと思います。はい、あ、何個かあるんだ。じゃあ5個いきます。1つ目から。10。まあこれはこれはつかみなんで、一応まあじゃあいきます。叫ぶチーズ。まあこれもこれもね、これもつかみなんで、もう一回十何もおもろかったかもしれない。じゃあ続きまして。本当ですか。もうやめろ。やめろ。じゃあ続きましていきます。うお、足が1本2本3本4本5本6本1、2、3、4、5、6。うわあ、6。じゃあ次の選手行ってみましょう。うい、もう、はじめまして。関西学院大学から来ました、本山遥です。ご一緒はエンダルって言います。まあ、宮崎キャンプに来て、もうすごくチームとして一体感を持って言われていると思うんで、まあ、岡山の J2 昇格に向けて。J1 ね。あ、J1 昇格に向けて。J2 です、今。J1 昇格に向けて、大きく貢献したいと思いますので、もうよろしくお願いします。一発やりたいと思います。みセミヌード。タジアの岡山30番山田圭です。いけないように試合に絡めるように頑張ります。一発ゲーゲーやります。ジャリン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 。あれ、モドリ選手。もうやめろって。あれ、やめろって。それ絶対使わない。モドリ選手もうやって。どうすか、キャンプは。使わないって。キャンプどうすか。まあ楽しく、はい、みんなとやれてます。噂によるとリッセはこう頭がつくとか。噂じゃないよ、それガチ。このね、防犯カメラの俺がこのぐらいやけんね。リッセはリッセまでこうすりながらやる。すりながらやる。今度見てみたいと思います。お疲れ様です。谷口選手、真渡選手からその天井を擦って歩いてるっていう情報が来たんですけど、本当ですか。そうですね、特に廊下をちょっと危ないなって言って、はい、ここにちょっと監視カメラあるので、ね、はい、ちょっと歩いてもらっていいですか、はい、普通に普通に、はい、ここ危ないですよ、危ないです、はい、じゃあ天井を擦りながら歩くっていうのは嘘で、はい、ちょっとたまに出るこれ特別とかはちょっと本当危険な。あ、じゃあ渡辺選手嘘ついてるってことで。そうですね、ちょっと盛られたと
い映像撮ってきました。すみません。早いね早いね。ありがとうございました。もう撮ってきた。はい、ありがとう。でも、ファエストの世界で次はここに。うわ、任せます。大卒2年目ながら撮らせていただきます。撮るぞ撮るぞー、ユートと撮るぞー。よし、撮る側やねん、そんなテンション。お願いします。待ってください。おい、よろしくお願いします。あ、来た。何すか。タイミングある。ユートも一緒に。これやるんすか。タイミングやる。あ、これいいよ。引き出します。まあまあ、それある、全然ある。それそれしか言ってないよ。写真ちゃうぞ。あ、YouTube みたいにしていいんすか。あ、もうどんな感じでもイメージして。じゃあもうちょっと YouTuber 勉強してきます。おい、頼むわ。やります。次が俺なんですね。そうトークが撮ってくれた。俺はメンバーは指定はもう全員、もうみんなまんべんなく。そう行っていい。 OK です。じゃあ監督から行く。お願いします。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。